はい、こんにちは、二谷誠です。はい、こんにちは、長濱大です。今日もですね、20代のキャリアアップや起業に向けてのキャリカレチャンネルやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速今日のお題お願いします。はい、社長1年目の恥ずかしいエピソードなどはありますでしょうか。お、恥ずかしいエピソード、なんかあります？あるよ、あるんですか？恥ずかしいかどうかは別として、まあ、自分が、起業して、初めてね、起業して、会社持って、1年目っていうか、1年目じゃないな、1ヶ月目だな。で、1ヶ月目に、いわゆる幹部メンバーが7人いたんだよね。で、その7人のうち、4人が辞めました。それ僕、リアルタイムで見てました。ね、起業して会社立ち上げて、1ヶ月目で幹部メンバーの半分以上が、あの会社を去りました。はい、そうです。お元気ですか？あ、お元気ですよね。その時は本当にね、こっちが力を及ばずすいませんでした。懐かしいですよね。もう入り口入ったらパーテーションの代わりに段ボール置いてありましたもん。いや、だからもうそれぐらいね、パーテーションを買うお金すらなかったしね。で、あとは、床のタイルカーペットも近く の、あの内装屋さんから、もうあの捨てるやつもらってきたから。あ、そうなんですか。その中で綺麗な厳選して、向こうもほら処理代かかるじゃん。もらっていいですか、それぐらいでいいよ。なるほど。なんだって、企業1年目なんて。まあそうですよね。どう1年目。1年目失敗談として1個覚えてるのが、まあ町田、上野からね、独立して町田出たじゃないですか。で、13人ぐらいでしたっけ、で最初ね、町田に行ったんですけれど、で、まあ最初やっぱりこう移動するにあたって、みんなも都内に住んでた子が多かったんで、寮を借りようっていうの でどうせ借りるならでっかい一軒家も借りちゃって、で、みんなで住もうよみたいな話で盛り上がって借りたんですよね。したら、あの一軒家なんで、周りにこういっぱい一軒家があるじゃないですか。で、その貸してた人がどっか海外かどっかに行ってて、海外赴任してた、赴任してて貸してたんですけれど、要は若い男女が12人ぐらいその人の家で住んでるわけですよね。チャリンコもバーンみたいな置いてあって、で、近所から通報じゃないけど、大家さんになんかすごい12人ぐらいで人住んでるけど大丈夫なのって言われて、まあちょっとやばいよね。そう、確かに、言われて、で、不動産屋経由で借りるときはもちろんそんな風に借りてなくて、会社の寮としてっていうので何人かで住むっていうより家族で住むみたいな感じで言ってた。もうそういう体だったんですね。そういう体だって審査通してたんで、速攻を追い出されました。なるほどね。楽しそうだったけどね。今で言うシェアハウスみたいなね。そう、本当そうですね。近所の人からすればね、なんか宗教、そうですよね。ちょっと怪しいもんね。怪しかったっすね。で、わわわわやってたもんね。まあ、あの時はもう東京から出てきて、ね、町田で立ち上げるぜっていう、なんかベンチャー魂で、一緒に暮らしてみたいな感じだったんですけど、そういう感じに見えてた。なるほどね。海外だったらまだしもね、町田だからね。町田ですよ。日本だからね。しかもなかなか閑静な住宅街でね。確かに。そんなのあったね、そういえば。あれはちょっとでも今は笑い話ですか、あの時はマジやばいと思いましたね。また一から家探すとかどうしようってなって。そうだよね。あとなんか借りてたオフィス、変なオフィスじゃなかった？半地下のところですよね。地下のって、あのもうまさにあのパラサイトっていうか、その今年のアカデミー賞なんだっけ、韓国のやつ、半地下の家族だっけ、わかんないけど、もうあれ先取りだよ、あんな感じだったよ。そうですよね、ちょっと階段降りて、ちょっと地下のあんな感じだったって、本当に。あ、本当ですか。半地下で映画に出てくるような半地下だったよ。だともう一個覚えてるのが、泥棒に入られましたね。そうね、1年目。あの半地下なんでシャッター閉めてあれするんですけれど、まあ何だったかな、なんか横の窓かどっか、まあ要は1階ってやっぱ狙われやすいんですよね。そうね。で、なんか中に入られてて、朝会社開けたら、あの金庫がものすごいこう、なんていうんですかね、ベコベコにされてて、で、とか思って、でも結局破りきれず逃走したんで。そうだったんだ。なんか元気は残ってたんですけど、被害はなかったんだ。そう、金庫代ぐらいですね。ただボコボコにされてて、っていうのが。なるほど。1年目はいろいろあるよね。ありましたね。俺もそう、今思えば、会社の中で、要はその、ね、7人いました、4人辞めちゃいました、3人残りました、でその3人の中で、当時は自分が一番信頼してたスタッフがいたんだけども、ある時朝礼やってたら、なんか刑事さんが会社に来て、そいつを逮捕してたんだよね。やばいですよね、朝礼中に。あれは引いたよね。まあ俺も引いたけど、
朝礼に参加してたスタッフも聞いてたよ、ね、もしかしたら前科とかあったのかもしれないけど、はいはい、物盗んでたってことですよね。そう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 、そういうのがあって、要は営業回りながら営業先でなんかパクってたってことですよね。そう、もう最、まあ、最悪だよね。でも、うん、でもそういうのをやっぱりこう1年目だったんで、はい、全く見抜けなかったし、はいはい、あの後々やっぱ話聞いたら、うん、あのそれだけじゃなくて、うん、もういろんなスタッフから金借りまくってたし、はいはい、そうで、それ当然それ返してなくてさ、はいはい、まあ、俺の方でもこうできるか分かった人には会社から返したけどね、うん、まあ、そいつはもうあれだからさ、はいはい、入っちゃったからさ、うん、それぐらい1年目っていろいろありますよね。いや、こっちの力もなかったし、見る目もなかったし、はいはい、今思えばいろいろあったなって思うよ、うん、逆にああいう経験、あの時はもってね、テンパってうわどうしようどうしようってなった部分もあるんですけど、いろんな経験してきた分、うん、今ね、グループで社長がなんかトラブル起こっても、まあ、あーオッケーオッケー、それぐらいねっていう感じで、そう、そうだよね。だからアドバイスはできますよね。そうね、アドバイスできるっていうのもあるけど、はい、ほら、なんかこう、もう本当だったら、はい、その本人は大変なわけだから、はいはい、本当だったら多分もっと親身になって、うん、なるほど、聞いてもそうだよな、そう大変だよなとかっていう風に、はい、俺ら多分やってあげなきゃいけないんだけど、はい、もう経験してきてる場数が違うんで確かになんかもうそれぐらいで悩んでるのがもうなんかこう、はい、ねえ、はい、どうしたのみたいなね、それぐらい楽勝じゃんみたいな、それぐらい、はい、そういうことあるよみたいなね、はいはい、あれ良くないかもしれないよ、あれ、はい、まあ、もっと、まあ、難しいな、はい、難しいところですよね、でも本当大したことなかったりする部分もあるじゃないですか。正直大したことないもんね、はいはいはい、うん、正直大したことのことないことで悩んでる人結構多いもんね、うん、1年目は本当にあれがなかったな、お金がギリチョンだった会社の、はい、はいはいはい、うん、あ、もう資金繰りで、ね、そう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 、まあほら、ね、無借金でやってたし、なんか返済ができないとかそういうことじゃないんだけど、はいはい、でも月々の支払いは絶対来るわけじゃんか、はい、今月ある程度売り上げいかないと、うん、やばいっていう時はやっぱりあったよね、うん、まあでも一回もそういうの支払い面に関しては一回も遅れずにやってはきてるけど、うん、ギリギリの時はあったよやっぱり、うん、やっぱり誰しもやっぱそういう大変な時期を超えてきて、うん、やっぱ実力ついてきて安定していくっていうのはありますからね。そうよね、うん、あの時必死だったけどさ、そう、ね、まあ、今となっては、ね、うん、なんとかするしかないし、うん、なんとかなるし、うん、やっぱりこうそこでめげずにさ、はい、ピンチはチャンスって言うけども、うん、わざわざね、うん、ピンチに招く必要もないし、はい、ピンチが歓迎っていう人はいないと思うんだけども、うん、結局さ、はいはい、そのピンチの後に、うん、そこを乗り越えたら結構いいことってなかった？ああ、それはありますよね、うん、実力もついてるし、うん、超えていくと、まあ、やっぱ同じようなことって意外と起こんなかったりしますもんね、うん、そうね、そうね、しっかり対策をあれしていく、そうそう、そこで学んでね、うんうんうん、だとそのね、その信頼してたトップのやつが逮捕されちゃいました、はい、っていう後に、うん、結局、うん、会社は伸びたもん。あー、なるほど、ね、俺は見抜けてなかったけど、うん、彼がね、うん、やっぱりこう裏でいろんな人からお金借りたりとかしてさ、はいはい、その社長が一番信頼してる人材が、うん、ね、裏でスタッフから金借りまくってた、うん、まあ、それはやっぱりちょっと、それはやっぱりね、はい、入ってきた新人さんとかって辞めちゃうし、ね、なんで辞めちゃうのかなとかって思ったけど、はいはい、当然辞めちゃうじゃん、うん、今、うん、だからそういうのがなくなって、うん、その後会社が伸びて、うん、なんだったら全く期待してなかった誠が伸びてきた、そう、まあ、そうですよねそうそうそう、うん、だからやっぱりこうピンチはいろいろあるけど、うん、本当になんとかするしかないし、なんとかなるから、うん、それ乗り越えたら、まあ、絶対いいことあると思って、はい、うん、まあ、いろんなピンチもね、うんうん、それも自分の実力のなさが招いてることなんで、うん、まあ、そこで勉強だと思って、ね、乗り越えていけばさ、そうですね、うん、なんかよく言いますよね、こう乗り越えられない壁は来ない、あ、そうそうそう、そうだよね、結局自分に来る壁ってのは乗り越えられない壁じゃないっていうか、うん、確かに確かに、うん、ね、例えば僕らのところに、うん、ね、トランプ大統領の問題は来ないわけじゃないですか、来ないね大統領まで行ってる人は大統領の問題があるわけで、うん、まあ、それぞれの自分のステージに合った問題しか来ないから、うん、そうだね、そういったものっていうのは絶対乗り越えられるものしか来ないみたいな、確かにみんなにとってもね、乗り越えられない問題っていうのは絶対来ないから、うん、まあ、それからなんか問題をね放置しちゃったり、うん、あと誰かのせいにしたりとか、はいはいはい、あとみんなで投げ出したりとか、うん、そういう、こう問題と向き合わないっていうのが一番良くないと思うんで、うん、
で、はい、まあ問題はウェルカムじゃないかもしれないけど、うん、まあ問題はまあ受け入れて、はい、まあそれをこう一つずつ超えていくっていうのでね、うん、それでこう成長していけるんじゃないかなと思いますので、はい、ですね、はい、まあいろいろあると思いますけど頑張ってください。はい、はい、以上です。はい、キャリカレチャンネル、よかった方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。はい、あとですね、LINE アットに登録していただけると、20代で、1000万円以上稼ぐガイドブック、っていうのをプレゼントしておりますので、どしどし LINE アットの方にも登録していただければと思います。で、会社でね、働く仲間も、僕たち募集しておりますので、うん、まあ、これからね、何かこうやっていきたいっていうので、まあ、働きながらですね、まあ、キャリアアップをしていくだったりだとか、うん、まあ、企業経営勉強したい、将来いつかね、自分で何かやるために、いろいろ学びたいっていう人はですね、ぜひぜひ LINE アットの方からメッセージいただければですね、会社の見学等も、しておりますので、どしどしそちらの方もご応募いただければと思います。